チューペロは、アメリカ合衆国ミシシッピ州、リー軍の都市であり、同軍では最大かつ軍庁所在地である。ミシシッピ州の都市では、人口でメリディアンに次第7位であり、グリーンビルよりは大きい。2007年春、チューペロ地域のブルースプリングス村が、トヨタ自動車のアメリカ合衆国における11番目の工場用地に選ばれた。 2010年国勢調査による人口は34,546人となっていた。リー・ポント,トク及びタワンバ各軍にまたがる、チューペロ都市圏では146,131人となっている。チューペロ市はエルビス・プレスリーが生まれたところとして最もよく記憶されている。位置的にはミシシッピ州の北東、アメリカ国道8号線沿いに、 テネシー州メンフィスとアラバマ州バーミングハムの間にあり、数年のうちには、週間高速道路22号線が通る予定である。チューペロは、当初、地域内に育っていた数多いチューペロの木のゆえと考えられるが、南北戦争までガムポンドと名付けられていた。現在でも毎年ガムツリー芸術祭が行われている。南北戦争後の時代。 ミシシッピ州北部で鉄道が通る地となり、そのことで町の産業が発展した。一旦町の成長が始まるとこの地で起こった南北戦争の小戦闘にちなんで町の名をチューペロに変えた。この戦闘が起こった場所は現在、チューペロ国定戦場跡に指定されている。チューペロの戦いは地域に生えていた、チューペロの木にちなんで名付けられていた。1870年には、 人口618人で姿勢が敷かれた。1934年、新設のテネシー川流域開発公社により、電気が引かれた。翌1935年、フランクリン・ルーズベルト大統領が、この最初の TV8 市を訪問した。チューペロは、ミシシッピ州北東部、コロンバスの北にあり、アメリカ国道78号線によって、 テネシー州メンフィスとアラバマ州バーミングハムにつながる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は51.4平方マイル、このうち陸地は51.1平方マイル、水面は0.3平方マイルで、水域率は0.62%である。チュペロ地域歴史史跡マップチュペロの面付工場で、働く、児童労働者の一部、1911年5月、 ルイスハイン撮影以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。チューペロの原市長は共和党のジャック・リード・ジュニアである。チューペロ市政委員会委員長はフレッド・ピッツである。その他に6人の市政委員がいる。2007年12月、トレント・ロット上院議員がその6年間の任期を満了せずに辞任したので、ヘイリー・バーバー州知事は、 共和党のロジャー・ウィッカーをその公認に指名した。このために、ミシシッピ州第一選挙区、選出アメリカ合衆国会議員が空席となり、補欠選挙が行われた。この時の激しい選挙戦の結果、民主党のトラビス・チャイルダーズが会議員に選出された。チューペロの地域日刊新聞は、ノースイーストミシシッピデイリー・ジャーナルである。チューペロには3つのテレビ局があり、 ニールセンメディアリサーチが決めた全国210のメディア市場の中では133位にランクされている。NBC 系列のワトバ、フォックス放送系列のワローブ、および ABC 系列の WKDH が放送している。この3曲すべてが中ペロ地域のすぐ外にあり、フランク系スペインがその死ぬ2006年4月25日まで支配していた。 チューペロはザ・プロクレーマーズの歌、ショーンのコーラスで次のように歌われ、ショーン、ミシシッピ州チューペロから来た最良の人と言いたい。さあ、大人の男は泣き、アイルランドの少女は、かわいいということになるよチューペロ市内の教育は、チューペロ公立教育学区が運営している。2008年、チューペロコールデンウェーブ高校野球チームは2週間に、わたって、全国1位に、ランクされた。 チューペロ高校運動部は2008年にスポーツイラストレーテッド誌によって最良の運動部として全国3位に格付けされた。チューペロにはミシシッピ大学、イタワンバコミュニティカレッジ及びミシシッピ女子大学のサテライトキャンパスがある。チューペロにあるエルビスの聖火、ありがとうございます。